はい、皆さんこんにちは。先頃政府はですね、ロスジェネ対策というものを打ち出しましたね。就職氷河期の頃に学校を卒業して就職活動をしたんだけども、まあうまくいった人は少数で、そうじゃない人がいっぱいいるというのが、ロスジェネ世代でございまして。この団塊ジュニアを含んだ大体アラフォーですね。非常にまあかわいそうな、自分たちの責任じゃないんだけども、厳しい、就職状況であったという方々でございます。で、この方々、今30代の後半から40代の後半ぐらいまで結構幅広くいらっしゃるんですけども、あれですね、非常にかわいそうな境遇ながらですね、まあ私的には4つに分けられるんじゃないかなというふうに考えています。ちょっと前にありました、全てのサラリーマンは奴隷であるというこういう視点で見てみると4つに分かれまして、まず1つがですね、第1番、完全奴隷ですね。これはもうなんとか正社員になれましたと、その新卒の時ですね。で、そこにずっともう居ついてる。で、厳しい状況分かってるから、こう転職というモチベーションにならないですね。就職できたんだから、もうそこにずっといるんだ俺はみたいな、何があってもここから離れないみたいな、もうなんて言いましょうか、心の隅まで奴隷になってしまったというようなタイプでございまして、まあうまく就職できた人にそういうタイプが結構多いですね。で、自分は勝ち組だと思ってますんで、その会社にいいように使われてることにあまり気がついてないなかったり、まあそのですね、給料が安いけれどもいいんだみたいに思ってたりとかですね。そういうタイプでございまして、会社からすると、まあ、割合使いやすいんじゃないかなと思います。あの時代に選別して取っているわけですから、まあまあ、使える人たちではないかなと思います。その完全奴隷タイプですね、いわゆる正社員です。で、2番目はですね、これ流動奴隷と私は見てるんですけども、まあ転職をこう繰り返してるみたいな、あるいは3、4回転職しましたみたいな。で、まあ、ほぼほぼステップアップしてるか横滑りしてるかなんですけども、こういうタイプはですね、自分はこうよく仕事ができるんだというふうに思ってらっしゃって、まあ今はまだ40代ですから、転職も割合やりやすいわけであって、来て来てっていう、今なんかそうですね、特にそうですね、来て来てっていう感じで、売り手市場になってますから、転職しやすい状態で。で、自分はものすごく、なんていうか、うまく世の中渡ってるんだという認識がおありです。で、このタイプはですね、本当にそういうタイプがいるんですね。よく仕事できるっていうタイプもいれば、ただその波に乗ってるだけで、本当は大したことないという人も結構な数います。結構な数いますね。まあ、だからちょっと波が変わったりすると、すぐにポチャンとこう溺れてしまうような。もうそういうタイプ何人も私は見てきました。はい。で、3番目はですね、もうこの組織社会に属してるの嫌だからって起業された方って、まあ結構いますね。どう言いましょうね、自分で起業したくて起業したタイプもあれば、何かの都合でですね、リストラされちゃって、じゃあやってみようかみたいにやった人もいます。で、まあうまくいってる人も当然いますし、そうでない人もいますね。で、もうこれは組織を離れるわけですから、言ってみれば奴隷ではないんですけども、ちょっと注意してみなきゃいけないのは、起業してもですね、どっかの企業の下請けみたいなことばっかりやってるタイプの企業とですね、そうじゃなくて、こう自分で新しくこうビジネスを生み出してるタイプの企業がありまして、その新しくビジネスを生み出したタイプに関しては、請負仕事、下請けではない場合が本当に多いので、
これはもうはっきり言って解放されました。奴隷ではありません。自由な市民ですね。でそうじゃなくて、こう自分がやってた専門職みたいなもので独立して、同じようなことをやって、今度は会社から、どっかの会社から、違う会社から、からお仕事もらってるみたいな、まあ請負型ですね。下請け請負型、これは半分奴隷です。まあその客の言うことは無理でも聞かざるを得ないという状況になるんで、まあ自分たちは独立の業者だと思ってるかもしれないですけども、そんなの、そんな首絞めようと思ったら一発で親会社というか、あのあれですね、お客さんの会社が仕事を出さなくなればそれでおしまいなんですね。これはもう半分奴隷みたいなもんでございます。でさらに悲惨なのはですね、非正規社員あるいは無職、フリーターとか、この人たちでございます。これはもう奴隷以下でございますね。流民です。あの流れ流れてるというタイプでございまして、まあそのロスジェネには結構これがですね、2割3割いるんじゃないかなと私なんかは思っております。でまあこのカテゴライズ、その完全奴隷、流動奴隷、起業してしまったタイプ、それとあのもう流民タイプっていうのは、別にどの年代でもあの当てはめることはできるんですけども、まあ、私のようになりますと、もうそろそろ引退が見えてきてますし、もうあの60歳で本当に引退しちゃう人もいますからね。もうこれはもう終わりかけてるんであれですけども、今の若い人たちっていうのは比較的このですね、その4番の非正規社員とかルミンタイプっていうのが少ないんですね。ちゃんと就職できちゃう。で、あの1番の完全奴隷になってふいひって言ってるタイプが今の20代30代の前半ぐらいまで多いんじゃないでしょうかね。でまああの起業したい人は起業して、流動したい人は流動して、ね、あの転職を繰り返してっていうことをなさってるんだと思います。でロスジェネの特徴はこういつもいつもこう圧迫感を受けてるんですよね。あの就職の時厳しかったって、社会は厳しいんだというこう重たいものを背負いながら生きてらっしゃる感じがして、あのものすごくそのなんていうかな、自由なこうマインドになりにくいんじゃないかなと思いながら、いつも傍から見ております。はい、今日はそんな雑談でございました。どうもありがとうございます。